休憩前に引き続き会議を開きます。一番武田祐介議員。自民総裁の武田祐介でございます。 本日は自身2回目の質問となりますが今回は一般質問の取りを務めさせていただきますどうぞよろしくお願いいたします <laughs> 通告に従い質問をさせていただきますので市長並びに関係理事者の皆様の明快なご答弁をよろしくお願いいたします1防災について平成23年の東日本大震災以降わが国では平成28年の熊本地震 平成29年の九州北部豪雨など立て続けに地震や大規模豪雨台風などが猛威を振るい想定外の災害が発生しており一昨年の西日本豪雨では大雨による被害としては長崎大水害以降最大の被害がもたらされましたこうしたさまざまな想定外の災害から市民の命を守るためには普段からハード面ソフト面ともに 様々な角度からの対策を講じ市全体の防災力の向上に努め災害に強いまちづくりを進めていくことが必要不可欠だと考えますこの防災については昨年の9月議会でも質問をさせていただきましたが今回はそれ以外の部分についていくつか質問をさせていただきます1防災についての括弧1災害時のドローンの活用について 近年ドローンの技術が急速に進歩しておりここ数年でさまざまな分野の産業団体企業で採用されておりまた将来の重要な技術要素の一つとして捉えられていますこうした中災害防災分野においてもドローンの活用は非常に有効ですでに多都市では消防本部にドローン隊を作りドローンを導入しているところも出てきています 災害時、陸上からの人命捜索活動をする際、本市は斜面地が多く、車が入っていかない場所も多いことから、捜索には限界があり、人間が直接捜索する場合は、時としてリスクを伴います。ヘリコプターや航空機での捜索も有効ではありますが、離陸場所が限られていたり、天候に左右されたり、何よりも墜落のリスクが伴います。 ドローンは安全な場所で離発着を行うため危険度のリスクを軽減できヘリコプターなどが侵入できない狭いエリアや人が近づくことができない危険地帯でも使用することができますまた最高速度100キロで飛行できることからリア,リアルタイムで変化する現場の状況を把握することができます実際に多都市では平成29年の埼玉県三芳町で起きた 寿命品通販アスクルの物流倉庫の火災においてはさいたま市消防局が消防活動の一環で建物の燃焼状況の調査のためにドローンを飛ばしたり平成30年に発生した北海道胆振東部地震において安否不明者の捜索や土砂崩れの現状を把握するための空撮にも使われているなど災害時にもさまざまな場面でドローンが活用されています。 このように災害時のドローンの活用には大変利点も多いわけでありますが本市においてもドローンを導入する考えがないかお尋ねします次に1防災についての括弧に民間との災害協定についてお尋ねします地震や台風集中豪雨などの大規模災害が発生した際ライフラインや情報通信網が閉ざされたり食料飲料水などの物資や人員資機材や 避難場所などの不足が予想され自治体単独での応急復旧活動を満足に遂行できなくなることが予想されますそのような中で事前に民間事業者と災害時の協力協定を締結しておくことで物資や人員はもちろんのこと民間事業者が持っている行政にはない専門的な技術や知識資機材などを提供してもらうことで広く 的確な応急復旧活動が期待できます本市においてもこれまで民間事業者と様々な災害協力協定を締結していますがさらに多くのあらゆる分野において協定の締結を推進していく必要があると考えます先般この災害協定については先輩議員も触れられましたが改めて長崎市としての今後の災害協定締結についての考え方をお聞かせくださいい 次に1防災についての3液体ミルクの備蓄についてお尋ねします平成23年の東日本大震災の際海外から支援物資として送られ平成28年の熊本地震の際にもフィンランドからの支援物資として送られたことで一躍注目を浴びることになった乳児用液体ミルクですが一昨年8月には日本国内での製造販売が解禁され昨年の3月には 実際にに国内企業による販売が開始されています液体ミルクは常温で保存することができ粉ミルクのように必要な量をすり切ってお湯で溶かしたりする必要がなく缶や紙パックを開封するだけでそのまま常温で飲ませることができることから災害時に仮にライフラインが遮断され水がなかったりお湯を沸かすことができなくなったとしても 赤ちゃんののの命を守るることとできる大変有効かつ必要なものだと考えます実際に昨年10月に内閣府の災害担当及び男女共同参画局厚生労働省子ども家庭局母子保健課から各都,道各都道府県に対し出されている災害時における授乳の支援並びに母子に必要となる物資の備蓄及び活用についてという 事務連絡の中にも、特にライフラインが断絶された場合においても、水などを使用せずに授乳できる乳幼児液体ミルクを母子の状況等に応じて活用いただきたいというように記されています。本市においても、この液体ミルクを災害時用に備蓄することを検討していると伺っていますが、本市の液体ミルクの備蓄への考え方についてお尋ねします。 次に2の子育て支援についてお尋ねします。全国的に年々日本人の国内出生数は減少し昨年末に厚生労働省が発表した令和元年の人口動態統計の年間推計では出生数は明治32年の統計開始以来初めて90万人を割り86万4000人となっており前年比でも 5.92%の急減となるなど、これまでの政府及び各自治体の対策にもかかわらず、少子化・人口減が加速しています。本市においても出生数の減少は顕著で、市が発行している統計月報の速報値では、平成30年には3000人を下回り、昨年令和元年は2782人となっており、 平成年年のの人人と比べててももたたった4年間でおよそ400人もの出生数が減少をしていますこのことにはさまざまな原因があるとは思いますがはっきりしているのは今の体制対策だけでは減少は止まらず今よりもさらに子育て支援策を充実させ子どもを産み育てやすいまちづくりに取り組まなければならないということです。 そこで2点お尋ねさせていただきますまず2の子育て支援についてのカッコ13,000産後支援についてお尋ねします子育て支援にはさまざまな方法があると思いますがその中でも子育ての一番最初の段階である妊娠期から出産までとその後の最初の1年は特に大変なことも多くましてやそれが初めての子どもであれば自分自身が出産するまで 赤ちゃんと接したことがない、お世話をしたことがない人がほとんどで、赤ちゃんのい,いる生活がイメージできない、初めての経験である子育てについて不安が大きいという傾向があります。赤ちゃんが生まれると行動範囲が限られてしまい、それまで地域の中での生活体験が少ない場合、近所の方との付き合いも少なく、孤独な子育て環境となってしまうことも考えられます。 このような社会環境、育児環境の中、児童虐待や産後うつなどの社会問題もクローズアップされているように、産後の女性は身体的には健康であっても、心理的、社会的には危ういのが現代の子育て事情といえます。このような背景から女性を救い、子育てを楽しみ、また次も2人目、3人目と産みたいと思っていただくためにも、産前産後の支援が、 非常に重要だと考えますが、本市の産前産後支援への取り組みについてお聞かせください。次に、2子育て支援についての、括弧に） 2子育て支援センターの利活用についてですが、近年の大きな社会情勢の変化により、核家族化や地域,の地域社会の基盤が弱体化し、人間関係が希薄化してきており、 親が身近な人から子育てを学ぶ機会が減ったり子育ての悩みを気軽に相談できる人が近くにいなかったりして親として十分な成長が容易ではなくなってきていますまた共働きで子どもを保育園に預けて仕事をしながら子育てをしているお父さんやお母さんは仕事と子育ての両立は本当に大変な中ご苦労をされていると思います一方で 専業主婦として子育てをしているお母さん、あるいはお父さんにおいても、24時間365日、子どもの面倒を見な,ければ見なければならず、特に子どもが小さいうちは活動も制限され、家にこもりがちになります。保育園に預けることができれば、その時間だけは子育てに限って言えば解放され、リフレッシュすることもできますが、専業主婦だとそれもできないので、なかなか社会とのつながりがなくなり、 子育ての悩みについても誰にも相談することができず、1人でかか抱え込んでしまい、虐待や産後うつ、育児ノイローゼなどにつながってしまうといったことも考えられます。そのような中、子育て支援センターは、子どもと子どもを持つ親が集う交流の場として、子どもが遊ぶスペースや育児相談を行うスペースが設置されており、交流だけでなく、 悩み相談や情報提供なども行っており子育てをしている家庭の支援活動を行う施設であり保護者にとっては子育てに関する不安,の不安の相談に総合的に応じてくれる心強い施設ですまた子どもが小さくても安心して連れて行くことができることから先ほど述べたような子育てで家にこもりがちになっている方の出産後最初の社会とのつながりが持てる場としても 大ききな役割が期待できますしかしながら現在私が聞いている限りではまだまだ子育て支援センターの存在を知らない方やあることは知っていても自分の地域にはどこにあるのか知らない方も多数おられるようですまた地域や施設ごとでの利用者数にも多いところと少ないところのばらつきがあると伺っており利用促進への取り組みや 周知が十分で十分でないのではと感じております現在の市内の子育て支援センターの利用状況と利用促進周知の取り組みについてお尋ねいたします最後に3若者が楽しむことができる場についてお尋ねします総務省が1月31日に公表した2019年の日本人の人口移動報告によると本市の転出超過数は 前年比396人増の2727 27人となり市町村別の統計で全国ワースト1位を記録しこのことにより本市は2018年と合わせて2年連続での人口流出ワースト1位となったという大変不名誉な報道がなされたところですがその中でも特に本市は若年層の県外流出が顕著で人口流出増大の大きな要因となっています。 若者が県外に流出している原因は様々ですがその中の一つに若者が自分たちの住む町にあまり魅力を感じていないということが考えられます私はいろいろな場面で高校生や大学生などの10代20代の方々と話をする機会があるのですがその中で長崎には軽スポーツをしたりアトラクションを楽しんだりすることができる施設が少ないということをよく聞きます 実際にそうした長崎にはないアミ,ューズアミューズメント施設を利用するために福岡などに出かけている若い方も大勢おりそうやって何度も繰り返し福岡などの県外に遊びに行くことでその土地に魅力を感じたり愛着が湧いてその土地に住みたいと思うようになり転出につながっている部分もあるのではないかと考えていますそうした中田上市長は令和元年からの4年間で 特に若い世代を意識し、選ばれる街になることをテーマに掲げ、6つの新しい重点プロジェクトを打ち出しておられ、その1つ、長崎若者プロジェクトの中に、若者が楽しむことができる場を作るとありますが、若者が楽しむことができる場の創出について、本市の現在の取り組み状況をお聞かせください。以上、本段からの質問とし、ご答弁を聞いた後、辞席より再質問をさせていただきます。ありがとうございました。 長。自民総裁武田祐介議員の質問にお答えします。三点目の若者が楽しむことができる場についての括弧一。現在の取り組み状況についてお答えします。長崎市では。 進学や就職・転職を契機として特に若い世代の転出調査が著しい状況が続いており様々な場面で長崎市内及び近郊において若者が楽しむことができる場が少ないとの声を意味にしています平成30年度に実施した市政に関する意識調査においてもこれからの10年間で長崎市がどのような町に変わってほしいかという 自由記述方式での問いに対し10代や20代を中心にアミューズメント施設などの充実を求める声を多くいただいていますこのような状況を受け長崎の街が若者が楽しめ活躍できる街となるよう昨年6月に特に若い世代を意識した中で選ばれる街になることをテーマに掲げた新たな重点プロジェクトの一つとして長崎若者プロジェクトを立ち上げ この中でで若者がが楽ししむむこここととときる場のの創出に取り組むこととしていますこのプロジェクトにおける取り組みの中で若者のニーズや思考などを改めて把握し楽しむことができる場の創出につなげるため今年度若者の楽しみに関する調査分析業務を進めているほか市役所の若手職員を集めたワークショップを実施しました。今後それらの結果などを踏まえ 関係する団体等のご意見などもお伺いしながら若者が楽しむことができる場の創出に向けた取り組み方針の検討を行うこととしています現在長崎駅周辺における新駅ビルの整備や長崎スタジアムシティプロジェクトなど民間投資による街づくりの動きも活発化しており若者が楽しむことができる場の創出につながる様々な街の変化が生まれています このような機会を捉え民間事業者の協力やそのノウハウも活用しながら具体化に向けた検討を進めていきたいと考えています以上本案からの答弁といたします危機管理官ご質問の一点目防災についての括弧1 災害時ののドローンの活用についいてお答えいたします遠隔操作により撮影等を行うことができるドローンは農業や観光などさまざまな分野において活用されておりますが災害発生時に被害状況や規模をいち早く把握し迅速な災害応急対策を行うことが二次被害防止などの被害軽減につながるため防災の観点からも注目されています。議員ご指摘の長崎市がドローンを自ら 保有することについてでございますが、ドローンの運用上、機体の,、えー、機体の操縦者のほか、カメラの、えー、操縦者、画像の確認者、飛行状況の確認者、そして全体の安全管理のための指揮者といった5名の人員が必要となり、予備の人員を含めますと、倍の10名以上の人員を確保する必要があります。また、ドローンの特性上、機能維持のため、定,、えー、定期的な訓練が必要不可欠であること、 加えて人事の面からも移動の配慮が必要となることなど導入にあたってはさまざまな課題を整理した上で導入の是非を判断する必要があると考えております長崎市におきましてはこれらの点を考慮し平成29年11月に民間事業者との災害時における無人航空機による協力に関する協定を締結し防災面におけるドローンの活用を行っておりますこの協定は 人命捜査のみならず、後の復旧・復興にかかる事業量の算出に資するため、崩落、土砂量の計測なども協力内容に想定しております。また、被災の規模によっては、事業者のネットワークにより、さらなる機器や人員の確保を行うことも可能で、事業者からドローンと機器の操作に習熟した操縦者を組み合わせた形で、ご協力いただくことで、災害対応時における安全性と、 確実性の向上を図っていいるところでございます長崎市としましては今後も協定の締結先を拡大していくことで災害時のドローンの活用について有事の際におけるドローンの運用体制の実効性をさらに高め災害対応の強化に進めてまいります次にご質問の1点目防災についての確弧に民間との災害協定についてお答えいたします近年災害が激甚化頻発化している中迅速な 被災者支援や応急・復旧作業を行うために、専門的知識やノウハウ、物資の提供など、民間事業者にご協力いただくことは非常に重要であると考えております。そのため、長崎市では、発災時から復旧・復興に至るまでの過程において、迅速かつ的確に対応できるよう、他都市や民間事業者などとさまざまな災害協定を締結しています。具体的な例としましては、中核市などとの自治体間では、 水や食料などの物資や、救援に必要な車両などの提供、避難所運営や、応急・復旧に必要な職員派遣などを行う相互応援協定を、民間事業者などとは災害廃棄,害廃棄物の撤去や収集・運搬、流通備蓄による物資提供、救援物資などの配送、ドローンを活用した情報収集などの協定を締結するなど、協定の内容は多岐にわたっています。 直近では今年2月5日に、ご遺体の安置施設や資機材等の提供に関する協定を、全日本冠婚総裁・互助協会と締結し、さらなる災害対応の強化を図ったところです。このように、災害協定については、近年発生した災害の状況や、社会情勢の変化に沿った支援の有用性、その災害協定の実効性など、さまざまな視点を勘案して締結することとしています。 今後の計画としましては、昨年発生した千葉の大規模停電や、近年の情報伝達手段の多様化を踏まえ、災害時における非常用電源の確保や、防災情報の伝達手段として、スマートフォンアプリを活用するなど、民間事業者との連携が有用であると考えており、現在、協定締結に向けて検討を進めているところです。いずれにいたしましても、協定を締結して終わりではなく、 生きた協定となるよう総合防災訓練などへの関わり方や災害対応についての協議を開催するなど協定の実効性についても検討を重ね災害対応の強化に進めてまいりたいと考えています次にご質問の1点目防災についての括弧3液体ミルクの備蓄についてお答えいたします長崎市では平成23年の東日本大震災時において被災者の方々が慣れない避難所生活でのストレスや 栄養不良により母乳が出にくくなったという事例が多く発生したという教訓をもとに乳児用ミルクとして粉ミルクを備蓄しています備蓄数としましては長崎大水害時の避難者数に準じて想定避難者数を3000人程度と見込みそのうち国勢調査における乳幼児の割合をもとに避難者数40人程度を見込み一部アレルギー対応用,対応用を含め2日分の 680を備蓄していますこのような中液体ミルクについては平成31年3月に2つの企業が国内販売を開始しその後市内のドラッグストアや量販店でも販売されるようになりました昨年8月には大手コンビニエンスストアでも販売されるなど多くの店頭に並ぶようになったことから今年4月には新たな企業参入も報道されていることからさらにその認知度は高,高まるものと考えています この液体ミルクの特徴は常温でそのまま与えることができるため災害時のライフライン被害に左右されにくく昨年9月の房総半島台風によって千葉県を中心に発生した大規模停電時には自治体が災害用にストックしていた液体ミルクを避難者などに配布するなどの活用がなされています。こののため長崎市では液体ミルクの有用性を勘案し 今年度中に一定数を備蓄することとしておりますが、一方で、液体ミルクの賞味期限が簡易で1年となっており、これは粉ミルクと比較して半年短いこと、また、粉ミルクのようにアレルギー対応製品がないことから、今後、多都市の備蓄の考え方も参考としながら、粉ミルクと液体ミルクの適切な備蓄バランスの確保に努めてまいりたいと考えております以上でございます。 子ども部長ご質問のの点目子育ててて支支援援ににつついいいお答えいたします妊娠・出産前後の期間は母親の身体的・精神的変化が著しく心身ともに不調をきたしやすい時期であることから妊産婦の育児不安を軽減し安心して子育てがスタートできるようにさまざまな支援を行っております。 まず、母子健康手帳交付時に、全ての妊婦に対し現況をお尋ねするアンケートを行い、それをもとに、本庁では保健師が面接を行い、地域センターでは後日、委託助産師が電話相談などを行うことで、妊婦の状況把握に努めています。また、産科医療機関などに委託して実施している妊産婦健康診査におきましては、母子の健康管理はもとより、 支援が必要な妊産婦の情報を医療機関から報告いただいており特に産後うつ予防を目的としている産婦健康審査では産婦の精神状態を客観的に判断する質問表を用いて支援が必要な産婦を把握しているところでございますさらに民生員、児童員の方に行っていただいている乳児家庭全校訪問事業におきましても子育て情報の提供に合わせ子育て家庭の状況把握に努めています このよさまざまな機会で把握した支援の必要な妊産婦につきましては各総合事務所の担当保健師が訪問等により保健指導を行うとともに母子の状況に応じて産科医療機関などで心身のケアを行う産後ケア事業や養育が困難な家庭,を家庭を訪問する養育支援訪問事業などさまざまな事業を組み合わせながら産前産後の支援の強化を図っているところでございます。 妊産婦の不安軽減を図り安心して子育てができるためには産前産後の支援はとても重要であると存じますので今後とも産科医療機関をはじめ関係団体との連携を図りながら産前産後の支援の充実に努めてまいります次に同じく2点目の「かっこ2子育て支援センターの利活用についてお答えいたします」子育てて支援センターにつきましては、 子育て中の親の孤独感や不安感の軽減を図るため子育てに関する相談や情報提供交流や仲間づくりができる場所として設置しており現在週6日型開設型、週6日の開設型が8か所週3日の開設型が2箇所発達障害支援に特化した施設が1箇所合わせて11箇所で実施しております。議員ごご質問の利用状況でございますが、 平成30年度のの実績でで延べ2万組の親子にご利用いただご利用いいいいただいているところでございます各センターの1日当たりの利用組数は週6日開設型で比較した場合平均で11組となりますが利用者が最も多いセンターでは18組最も少ないセンターでは4組となっており施設によって利用者数に差がある状況となっております。 次に、子育て支援センターの周知につきましては、出産前後の時期である母子健康手帳交付時や、入児家庭全校訪問の際に、子育て支援センターを紹介するチラシをお配りし、情報提供を行っています。また、市内35カ所で開催しております、お遊び教室などの参加者にもチラシをお配りし、お近くの子育て支援センターの PR も行っています。この他にも、子育て支援に関する様々な情報を 満載した掲載した子育てガイドブックでの紹介や子育て応援情報サイト e カオで毎月のイベント情報を随時発信するなどより多くの子育て家庭の皆様に子育て支援センターを利用していただけるよう取り組んでいるところでございますこのように子育て支援センターの周知については行っていますがまだ知られていない状況もあると存じますので今後も子育て支援センターの運営団体と連携しながら より気軽に利用していただけるよう、また子育て支援センターを知らない方にも、必要な情報をしっかりお届けできるよう、知らしを配布するだけでなく、お声がけをするなど、分かりやすく丁寧な周知に努めてまいります。以上でございまますす一番武田雄介議員すいません 一通りのご答弁ありがとうございました。えー、それでは理解を深めるためにえ重、ー、不動になるかもしれません。けれども再質問をさせていただきます。まず、1の防災についての括弧1災害時のドローンの活用についてですけれども、も、えー、先ほどのご答弁では、現在はあの民間との協定の中でドローンを運用していくというご答弁だったと思うんですけれども。あのこの？ 確かに民間との協定締結というのはあの大変重要なことであると思いますし私も先ほどの質問の中で,ですね民間との災害協定の重要性についてはお話をさせていただいたところなんですけれどもただ、このドローンに関して言いますとドローンが活用できる場面というのはあの緊急性の高いという状況が多く想定されると思うんですけれどもそういったあの急を要する場合状況の場合にですねこの民間に要請をしてから どのぐらいの時間で飛ばしていただけるかとか、そういったことは協定の中であの想定はされているんでしょうか。危機管理官、えっと再質問にお答えいたします。災害時の速やかな状況把握は非常に重要であるものと認識しております。まずあの第一一義的には那覇県防災ヘリコプターこれを出動要請しまして。 まず俯瞰的に上空から状況を把握することが前提になりますし、通常の流れになると思います。で、その際は、ヘリコプターの下でのドローンの飛行は規制されますので、そうした意味では、次のフェーズとして、時間的な経過を取った上で、防災ヘリコプターの映像をもとに、必要とする探索エリアを絞り込み、ドローンを投入する、導入しながら状況を把握する、仕組みになるように。 考えておりますまた、現行のドローンの災害協定でございますけれども、長崎市と大村市と雲仙市に特化した協定となっております。従いまして、長崎につきましては、すでに撮影班が専属として配属、決まっておりますので、もしこの3つの市に同時に災害が発生したとしても、長崎班の撮影班は有効に迅速に機能するものと考えております以上でございます。 一番武田雄介議員あの情,報情報の提供というところに関しましては、それであの、まあ、十分民間との連携の中でやっていけるとは思うんですけれども、今後、実際にですねあの、救助に活用したりですとか、 あの急な人命の捜索に活用する際には、やっぱりあの民間との協定の中では、要請の中でタイムラグもあると思いますんで,で、やっぱりゆくゆくは自前であの持つことも検討することがあの必要なんじゃないかと思うんですけれども、今のところ、自前で導入するというような考えはないということで、よろしいでしょうか。危機管理官再質問にお答えいいたししまます、えー、ドローンと言いましても 通常の小さいドローンから全天候型の対応型のドローン、大きい機種まで様々ございます。で、あの長崎市がどういうドローンを目標においてそれを使いこなすのかということもやはり先ほど申しました最低5面の5人の。 操縦者等が必要になるということで、そうした要請であったりとか、あるいは技能の保持であったりとか、そこら辺をしっかり考えながら、今後、どういうふうな使い方をするのかをしっかりと見定めた上で、判断する形になるのではないかというふうに考えておりまますす以上でごござざいい一番武田雄介議員ありがとうございます。 えっとまあ、もし将来的にです、ね、そういう検討していただけるということであれば今のご答弁の中でも5名からあの10名の,あの人が人員が必要になるということだったんですけれども今後その、今後を見据えながらです、ね、そういった人材を育成していくということもあの考えないといけないんじゃないのかなと思うんですけれども実際に多都市ではです、ね、あの職員向けにドローンの研修会をやったりしているところもあるようですし 本市の職員の中にも、あの個人的にです、ね、ドローンの講習にあの行かれている方もいらっしゃるようですので、ま,あ、まずそういったその意識の高い職員とか、そういった方を、まあ、サポートをするような形で、でもです、ね、将来に備えてあの人材の育成ということも踏まえながら、今後あの、ドローンについては検討をしていただければと思います、予防とさせていただきます。えっとと 1, 1の,2の民間との災害協定については、現在、34件の協定を締結しているということで、ふ普段からあの協力体制を取っていただけるように、しっかりとあの連携を取っていただいて、また、それ以外のところについても必要があると認められる場合には、積極的に門戸を開いて、さまざまな分野で新たな相手との協定というところも締結していきながら、災害に強いまちづくりを進めていただきたいと思います。 過去、えっと、3の液体、ミルクの備蓄についてなんですけれども、今年度中の備蓄をお考えということで、あのまあ、大変ありがたいんですけれども、まず、えっと、具体的に。 まあどのぐらいの数をです、ね、粉ミルクでは今、680備蓄しているということだったんですけれども、まあ、どの程度その備蓄予定かということがまあ想定されていれば教えていただきたいのと、あと、備蓄方法についてなんですけれども、これはあのいわゆる備蓄、えー、循環備蓄をお考えでしょうか、お尋ねします。危機管理官再質問にお答えいたします、えー、今年度中うこの液体ミルクを 配備するというふうふに先ほど答弁いたしました、で今回の場合は、100貫ですね、230cc 程度の、乖離の液体ミルクを100貫程度購入するように考えております、あと、あのまあ、今後の考え方としましては、まあ、想定避難者数の関係もありますけれども、あと、またあの液体ミルクの方が、 あのアレルギー製品というものがまだあのできておりませんので、そこら辺どうしてもやはり粉ミルクというものもやっぱり必要になってくるということで言ってる。一定のその先ほど申しましたようにバランスをとってですね、えー。対応したいというふうに考えております。以上でございます。一番武田雄介議員すいません。あの備蓄方法っていうのはまあ、循環備蓄あの、えー、賞味期限が。 近くなってきたものから入れ替えていくっていうような方法でよろしいんでしょうか。危機管理官、再質問にお答えいたします。全体的に六百八十色、先ほど粉ミルクの方は備蓄しているということで、現状の中では、えー、まああの賞味期限が一年半でございますので、半年の賞味期限を残す形で一律の保育所の方に。えー まあ、あの使っていただいているということで、そういったふうなあのローリングスと循環備蓄でございますけど、そういったふうなあの入れ替えをやっているという状況でございます。以上でございます。一番武田祐介議員、はい、ありがとうございます。あのこの液体ミルクでもですね。えっと循環備蓄ということでお考えであれば、あのちょっと一つ提案なんですけれども、この液体ミルク。 っていうものがあのなかなかあのまだ普及されてないものなので、いきなり赤ちゃんにこう飲ませようとしてもなかなか飲んでくれないんですね。で、まあ、そういう意味で、あのまず1回はこの液体ミルクを飲ませてみて、親子ともにあの練習をさせるっていう意味でもですね。あのまあ、乳幼児検診なんかの時にその賞味期が短くなったものっていうのを配布して1回こう。練習。 その液体ミルクに触れてもらうという機会に活用していただけないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。危機管理官、再質問にお答えいたします。えー、まああのこの液体ミルクのあの備蓄数というものがやはりあの数的にもですねあのまだ。 あの数が少なく、まあ、今回、購入するのも100巻程度ということでございます。まあ、年間、あの出生数が3000人ということから考えますと、非常に支援、まあ、していただくということ自体が、もうちょっと限定的な効果でしかないのかなというふうに考えております。まあ、今後あの考えられるのはあの、まあ パンフレットでの作成とかです、ね、いろんなあの広報のやり方があ,のあろうかと思いますし、でまた巷の方ではコンビニエンスターストアでも、あの日頃からこう見かれる、あの普段から見えー、えー 見かける風景にはなろうと思いますので、お母様方もそうした形の中で認識は増えて、多くなっていくと思います。現行の中ではです、ね、私たち防災機関室の方では、防災講話とか、そういったふうな広報長崎もしっかりなんですけれども、そういったような機会を捉えて、集中にも進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます一番武田雄介議員 ありがとうございます、まあ、あの100巻ということで、まあ、あのもちろん数はあの少ないんですけれども、これを、まあ、あの全員にというような話じゃなくてです、ね、例えばあの、まあ、地区ごとでこう乳児検診、乳児検診のときに地区ごとに分けてとか、順番にでもいいので、まああの、食品ロスをなくすっていう観点からもです、ね、この液体ミルク、賞味期限切れで、 あの無駄にすることがないようにぜひ活用していただければと思います、あと周知の面で、今、防災講和とかえ長崎防あ、広報長崎の防災特集なんかは活用してということだったんですけれども、これ、この周知、液体ミルクの周知っていうところに関しては、防災にとらわれずです、ね、ぜひ子ども部さんなんかともしっかり連携をして、周知に取り組んでいただければと思います。 合わせて要望させていただきます。えー、それでは次にえっ、ー、と2の子育て支援に移らせていただきます。まず、あの括弧1の産前産後支援についてなんですけれども、現在、あの母子健康手帳の交付時に面接やアンケートを行っていて、まあ、全ての妊婦さんの状況を把握しているっていうご答弁だったと思うんです。けれども、このあの面接を行って。いただける いただいているっていうことは本当にあの妊婦さんにとっては心強いしありがたい制度だと思うんですね。ただあの現在今本庁で母子手帳を交付を受ける際にはあの面接が行われているっていうことだったんですけれども地域センターで交付を受ける際には直接あの面接が行われていなくてアンケートが アンケートや後日の電話などで対応しているということだったんですけれども、やっぱりあの電話とかアンケートでは、直接、相手の顔色を見ながら話をするわけじゃないんで、あの悩みを抱えていそうだったりとか、まあ、支援が必要だったりとか、まあ、そういう細かい部分までは見えてこないと思うんですね。い、まあ、いち早くあのお母母さんのののそそうっったた情,情報をを把握してその後の支援ににげるためにもやっぱりあの本庁で母子手帳を 交付する方だけでなく地域センターでも地域センターであの母子手帳の交付を受ける人も含めた全ての妊婦さんに一度はあの面接の機会を作るようにしていただきたいんですけれどもいかがでしょうか小友部長再質問にお答えいたしますあの先ほどもご答弁しましたとおり今議員もご指摘のとおり現在地域センターでの母子健康手帳交付時におきましてはまずアンケートをして その後、まあ委託助産師に,による電話相談等ということになっておりまして、全数面接ができていない状況でございます。あのただ、議員ご指摘のとおり、母子健康邸長交付時にです、ねえー、と妊婦全数の面接を行うことは、まあ、妊婦の状況を把握すること、また長崎市が行う母子保健サービスのなどの必要な支援につなぐきっかけとしてもです、ね、有用なものであると考えております。 あのー、そこで,です、ねあのー、母子健康的兆候婦にをはじめです、ね、妊娠期間中において、すべての妊婦の全数面接を行うことは、やっぱり妊婦の状況把握はもとより、その後の支援へもつな、ね、げていくためには、とても重要であると思いますので、まあ、今後、すべての妊婦への面接のあり方につきましては、検討してまいりたいと考えております。以上でございます1番武田雄介議員 前向きなご答弁ありがとうございます。まあ、あの方法としてはその各地域センターにですね。あの保険士さんを配置するとか、まいろいろ方法はあると思いますので、ままずはその全ての妊婦さんの状況を一度は顔を合わせてですね。把握をしていただくように、あの検討をよろしくお願いいたします。えっともう一つ質問なんですけれども、あのまあ子育て支援についてはその。 電話や面接のほかにも医療機関からの情報を提供してもらったり、民生委員さんや児童委員さんによる全校訪問も行っているということだったんですけれども、そ,のあの、まあ、そういった行政だけじゃなくてです、ね、民生委員さんとか医療機関、保育園、子育て支援センター、あるいはあの自治会なんかですね、合わせてあの地域で子育てに関わるあの人たちが、その地域の子どもたちのことを 話し合うこう機会、意見交換を話し合う機会、意見交換をする場っていうのを、年に1回か2回はです、ね、その地域で、まあ、地域で子どもを育てていくっていう観点からも、そういった場が必要なんじゃないかなと思うんですけれども、現在、現状はどうなってますでしょうこども部長、再質問にお答えいたします。あの 各,家族が各家族失礼しました。核家族が進展する中、やっぱり地域の方々が連携、協力して子どもたちを見守る環境があるということはです、ね、やっぱり子育て家庭にとっては安心して子育てができるものと考えておりますあの。長崎市におきましては、地域の身近な場所である各総合事務所に保健師を配置しており、地域の民生員、児童員の方や、保育所などの関係団体と連携を深めながら、子育て家庭の支援を行うとともに、一部の地域におきましては、 子育てに関係する団体との連絡会議を開催したり、あの市,内市内35各所で開催しているあのお遊び教室、そういうなどのです、ね、場の機会に合わせて、保健師が関係団体との意見交換や情報共有を行うなど、地域全体での子育て支援の環境づくりに取り組んでおります。今後も地地域域のののの実実情に合わせせまして協議の場をを設置するなど地域の関係団体との連携を充実させ 子育て関係が地域の中で安心して子育てができる環境づくりに努めてまいりたいと考えております。以上でございます。一番武田雄介議員。はい、ありがとうございます。ぜひですね、あのもう地域、町全部で子供をあの育てていくっていうやっぱり子供っていうのは長崎の宝ですから、みんなで育てていくっていうような環境をぜひ環境づくりをあのよろしくお願いいたします。ともう一つあの三千三五支援についてなんですけれども。 あのすいません今あの、市からこういうあの先ほどのご答弁の中にも出てたんですけれども子育てガイドブックっていうものが発行されてるんですけれどもこのガイドブックが、えー、妊娠・出産のことから幼稚園、保育園、こども園、えー、また小中学校までのです、ね、子どもの成長過程に応じた段階段階で必要な手続きのこととか手当や女性制度のこと 医療機関やと子育て関連施設のマップなどですね子育てにあの必要なあらゆる情報が掲載されていて大変便利でありがたい1冊になっているんですけれどもただあの情報量がまあ,あまりにもあの多いあまりにですねまあちょっとこの本自体がこの大きさになってしまっていてあの家でゆっくり読む分にはいいんですけれども。 ちょっと持ち歩くには不便になっていてついついあの家にしまい込んでしまっているというお母さん方も結構いらっしゃるというふうに聞くんですけれどもで、まあ、そんな中でですねこの特に情報が一番必要とするあの子育てのスタートである産前から産後の1年ぐらいのですねその時期に特化したその12年に特化したようなものであと母子手帳と。 同じぐらいのサイズで母子手帳と一緒に持ち歩けるようなサイズでこれあの作るようなことっていうのはできませんでしょうか。子ども部長再、再質問にお答えいたします。あの現在今議員さんがご紹介いただきました子育てガイドブックですが、これあの母子健康手帳の交付時に合わせましてあの配布させていただいております。これはあの妊娠期から子育て期にかかる情報をですねあの掲載しております。 あの今、議員さんもおっしゃったとおり、子育てガイドブックはご家庭で見ていただくことを想定して作成しておりますので、見やすいように A4 サイズとなっております、なお、あの携帯用といたしましては、母子健康手帳と同じサイズの母子健康手帳別冊というのを配布しております、これはあの妊産婦健康審査などの受診票に合わせまして、妊娠期から出産後1年までの子育てに関する情報を掲載しています。しかし,しかしこの 母子健康手帳別冊には子育て支援センターや育児に関する教室などの情報がまだまだ不足しておりますので今後妊婦の方が活用しやすいように掲載内容の,掲載内容の充,実に充実を図ってまいりますまた併せまして子育て情報につきましては子育て応援情報サイトいい顔をスマートフォンでもご利用いただけますのでこの母子健康手帳別冊に いい顔の QR コードを添付するなどして子育ての家庭の方がいつでもどこでも情報を収集できるよう努めてまいりたいと考えております以上でございます一番武田雄介議員ありがとうございますあのぜひあのこの母子手帳の別冊を活用してそのようなものにしていただけるということだったと思うのでぜひですねあのまあ、もう一度先ほども 支援センターのこととかお遊び教室の情報が今のところ入っていないということでしたのでもう一度中身を見直してです、ね、あのそのように活用していただければと思いますありがとうございます、えー、と次にすいません子育て支援センターについてなんですけれどもやっぱりまだまだあの利用率、まあ、地域によってとか施設によって利用率にばらつきがあると思うんですけれども。 周知の面でですね、えっと、母子手帳の交付時とか、全校訪問の時にチラシを配っているということだったんですけれども、その際にあの口頭での案内っていうのはされていないんでしょうか、あの実際にですね、全校訪問の時にあに、お遊び教室の話は聞いたけど、子育て支援センターの案内っていうのは全く出なかったよっていうような声も聞くんですけれども、例えば、その全校訪問をしていただく民生委員さんとか、児童委員さんにも、 このセンターの案内をしていただくようなお願いというのはされているんでしょうか。子ど部長、再質問にお答えいたします。あの議員がおっしゃりました入児全家庭全校訪問というのはあの2000人児童員さんの方々に行って対象家庭を訪問していただいております。あのその際には子育て支援センターを掲載したチラシを配布してですね集聴を行っていただくようお願いしているところでございます。またあの今年度におきましては。 毎年行っている民生委員、児童委員さんの方々を対象とした研修におきまして、子育て支援センターのスタッフの方を講師として活動内容や役割について詳しく話をしていただき、子育て支援センターについての理解を深めていただいたところでございます。今後、入日家庭全校訪問は、支援を必要としている保護者の方に、子育て支援センターを知っていただく良い機会だと認識しておりますので、 訪問を行っていただいている民生委員児童委員の方々の皆様にも今後ご協力をいただき子育て支援センターの周知徹底を図ってまいりたいと考えておりますまたチラシについてもですね配布する際に見直しを行い保護者の方にも分かりやすいよう周知に努めてまいりたいと考えております以上でございます一番武田雄介議員ありがとうございますも,うあのもっと ぜひですねたくさん、も,うもっとたくさんの方に利用していただくように、この周知と利用促進に関しては、務めていただくようにお願いをさせていただきます。あともう一つ、この周知についてなんですけれども、先ほどの,あの子育てガイドブックとか、話にも出ました、いい顔とか、そういったあの子,子育て支援センターの,あの案内、どこを見ても、ですね今あの見たら、えー、子育て支援センターを利用できる対象っていうのが。 おおむね3歳未満の児童とその保護者ってなっているんですけれども、これ、子育て支援センターを妊娠期からです、ね、利用することで、やっぱりあの、まあ、出産前の事前に、出産のためのアドバイスをそこで受けることもできると思いますし、そ,のそういった不安も取り除くこともできますしで、その後実際に子どもが生まれてから子育てセンターにこう生きやすくすするって生きやすくなるという環境づくりにもなると思うんですけれども、このやっぱり、 おおむね3歳未満の児童というふうに明記されているとです、ね、なかなかそこでこう壁ができちゃって、妊婦さんは、まあ、私は行っちゃだめなのかなっていうようなことにつながっていると思うんですけれども、この妊婦さんでも妊娠期からこう利用していただくような周知の仕方ということはできないんでしょうか。子ども部長 再質問にお答えいたしますあの子育て支援センターにつきましては、あの議員ご指摘のとおり、まあ、主としておおむね3歳未満の児童および保護者というような記載をしておりますので、あのなかなか妊婦の方にはハードルは合っているのかと思いますが、実際は妊婦の方にももちろんご利用いただくことは可能でございます。また、あの議員が今おっしゃられたとおりあの、特に初めての妊娠、出産の場合は不安や負担が大きく、このような妊婦の方々には、子育て支援センターをぜひ利用していただき、 仲間づくりや出産後に利用できるさまざまな子育て支援情報を提供することは、子育ての孤立化の予防、また円滑な支援に効果的であると考えますので、出産を控えた妊婦の方にも気軽に利用していただけるよう分かりやすく、しっかりとした周知に努めてまいりたいと考えておりまますす以上でございます一番、武田祐介議員、はい、あのお前向きなご答弁、ありがとうございました。 えっと、支援センターについては、えっと、最後なんですけれどもあの現在、利用料が100円となっているんですけれどもこの支援子育て支援センターはです、ね、あの駐車場もないところも多くて実際そこに行くには電車代とかバス代あるいは車で行ってもその駐車場代が。 かかるっていう状況でですね。あのまあ、多くの人にこう利用していただくように取り組んでいく中で、やっぱりこの利用料が100円であってもですね。この100円っていうのが負担になっているっていう世帯もあのあるかと思うんですね。やっぱりよりこう多くの人に気軽に使っていただくようになるためにもですね。利用料を無料にするということはできないんでしょうか？あと、あるいはあのまあ、すぐに無料化っていうのが難しかったらですね。まずはこう市の方で。 あの利用無料券というか、そういう利用券を発行するような考えはありませんでしょうか子ども部長、再質問にお答えいたしますあの、子育て支援センターの開設にあたりましては、平成17年度に子育て支援推進コン会を設置し、福祉や教育の関係団体の方だけでなく、子育て支援の現場の声や、施設利用者を代表する市民など、広く意見をお聞きしております。 この中で利用料については利用者はみんなで子育て支援センターを運営している参加しているという気持ちを持ち続けてもらう意味からも有料が望ましいとの考えに基づき100円程度の有料との提言がなされ平成18年度の開設当初から1組当たり100円をご負担いただいているところでございます。ままたこのののの利用料は運運営営団体の収入の一部としてて経費に当されておりますので 現時点ではは利用料料を無料にすすることと難しいい考えています一方、ご提案がありました無料券の発行などにつきましては、子育て支援センターを利用したことがない方の利用促進策の一つとして、効果も考えられますので、今後、子育て支援センターの運営団体だけでなく、現在、利用されていない方のご意見も踏まえながら、検討してまいりたいと考えております。以上でございます一番武田雄介議員 えっと、無料券のほ、まあはご検討していただけるということでありがとうございます、大変ありがたいですただあの、まあ、その無料券をきっかけにして、まあ、利用促進という意味で無料券を作ってそこで来ていただいた方にやっぱりあの継続して来ていただくためにもです、ね、やっぱりゆくゆくはあの、まあ、無料化ということにも考えていただきたいんですけれども実際にも平成17人に方針を決めたということですのでもう15年の時間が経ってますし 他の自治体はやっぱり無料のところもかなりたくさんあるみたいなんで、ですね、まあ、もう一度あの、運営団体と利用者さんといろいろよく話を聞いて、ですね無料化についても検討していただければと思います。あの利用料がですね運営,団運営団体の収入の一部になっているから、この無料化が難しいということだったんですけれども、例えばこ,のこれを無料化して、その分を市が補助したとしてもですね。 例えば平成30年度の利用者が2万6575組ということでしたので、単純に100円かけても265万7500円、これが無料化して仮に利用者が倍増したとしても、まあ、500万ちょっとの金額なんですね、これがまあこの金額が高いか安いかっていうのは、あとはもう市がどれだけ本気で子育て支援について考えて取り組んでくれるかだと思いますので、ぜひ前向きにご検討のほどよろしくお願いします。 最後にすいません、若者が楽しむことができる場についてなんですけれどもあの、まあ、現在、その現状について調査を行っているということだったんですけれども私があのよく聞くのがです、ね、あの民間施設なんですけれども具体的に名前を出しますとラウンドワンという。 アミューズメント施設があるんですけれども、最近はあのテレビ CM でもよく流れてますので、一度は耳にした方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、調べてみたら、このラウンドワンがあの出展されていないのは九州では長崎だけ、えー、全国でも47都道府県のうちないのは7県だけなんですね。そういっった中でやっぱり10代20代代 もう本当に多くの皆さんに長崎にもラウンドワンを作ってほしいっていう声をよく聞くんですけれどもこちらの誘致に取り組むお考えというのはありませんでしょうか <laughs> 企画財政政策官再質問にお答えいたします若い世代を中心にアミューズメント施設などの充実を求める意見が多く出される中で具体的な施設名としてラウンドワンが挙げられていることは認識しております ラウンドワンにつきましては、子どもから大人まで、軽スポーツやゲーム等を気軽に楽しむことができる施設でございまして、特に大学生や20代の社会人を中心に人気の高い施設でございますが、一方で、その出店に当たりましては、1200坪から4000坪の面積が確保可能な大型ショッピングセンターへのテナント入居というのが、基本的な条件として示されている状況でございます。このため、市内にある既存の施設等への誘致は非常に難しいのが現状と考えております。 今後、市内で進められる再開発などによりまして、当該条件を満たす可能性のある施設等が生じる場合につきましては、運営事業者等に対しまして、誘致などに向けた働きかけについても検討してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます一番武田介議員 <laughs> あのまあ、確かにあのラウンドワンはもう現在、単独で建てるということはしてないみたいなんで,です、ね、まあ、今後はあの、いろいろ再開発とか、あのスタジアムシティプロジェクトなんかと、まあ、あくまで民間同士の話にはなるんですけれども、まあ、市としても積極的に取り組んでいただければと思います。 あとまあ、ラウンドワンはどちらかというとインドアな話だったんですけれども最近あの、若者の中で,です、ねまあ、魚釣りとか山登り、キャンプといったあのアウトドアも大変またあの人気を博しているところなんですけれどもその中であの、まあ、長崎にはそういったこうレジャーを楽しめる場所が少ないというような声も聞くんですけれどが、まあ、その中であの実際、ですね本当は長崎にあるとは あの思うんですレジャー施設も実際にたくさんあるとは思うんですけれども、そ,のそういう若者にそういうレジャー施設が少ないと言われるのは、現在、まだ若者に知られてないとか、利用されてないっていう施設もあるせいだと思うんですけれども、まあ、そういった原油の施設に対する利用促進の周知については、どのように取り組まれてますでしょうか水産農林部長、再質問にお答えいたします。 えと長崎市の自然環境を活用し市民の豊かな生活を支援するため長崎市では海水浴場等の海洋型の施設や自然を身近に体験できる体験型の施設などのレクリエーション施設を設置しております海水浴場とキャンプ場が一体となった高島海水浴場及び高島ふれあいキャンプ場や長崎市内唯一の釣り公園である飛島いす釣り公園また喫茶スペースがある野武崎高浜海岸交流施設などにつきましては指定管理者による広報宣伝が行われており 独自のホームページを構築し、施設の周知を図るため、イベント会場として施設を活用するなど、利用者促進につながる取り組みがなされているところでございます。今,今後とも指定管理が行う情報発信のみならず、若者対ターゲットとした SNS などのはじめとした広報媒体を活用して、幅広い世代に向けた周知を行いながら、レクリエーション施設の利用促進につなげたいと考えておりまますす以上でございいこれををって市政一般質問を終了いたします。 次に日程2第68号議案令和元年度長崎市一般会計補正予算第8号から日程5第71号議案和解についてまで以上4件を一括議題といたします市長の説明を求めます市長 ただいま上提されました議案4件について提案理由ご説明いたしますまず補正予算議案の追加提案に係る議案をご説明いたします第68号議案令和元年度長崎市一般会計補正予算第8号につきましては国の一時補正に伴う国庫補助事業費及び稲佐山公園損害賠償請求事件和解金などを計上するものです次に第69号議案 令和2年度長崎市一般会計補正予算第1号につきましては国の一次補正に伴い令和元年度補正予算に前倒しした国庫補助事業について令和2年度予算を減額しようとするものです以上が補正予算の追加提案に係る議案でございます次にその他の議案についてご説明いたします第75議案 土地の取得については東工場に係る土地都市計画区域の民有地の公有化を図るため豊島地の土地を購入するものでございます第71号議案和解については民事訴訟法に基づき提起された損害賠償請求事件について和解するものでございます以上で提案理由の説明を終わりますよろしくご審議のほどお願いいたします これより質質疑疑をを行いいます終結いたしますただいま議題となっております4件につきましては、お手元に配布しております議案審査付託票に記載のとおり、日程2第68号議案、令和元年度長崎市一般会計補正予算第8号、および日程3第69号議案、 令和2年度、長崎市一般会計補正予算第1号は、それぞれ所管の常任委員会に分割付託し、残る2件につきましては、同付託票に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。次に日程6、長崎市議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく報告については、すでに配布されております。 報告書のとおりであります本件は同条例の規定により報告されたものでありますので同報告書によってご了承をお願いいたします以上をもって本日の日程は全部終了いたしました次回の本会議は3月16日午前10時から開きます本日はこれをもって散会いたしますご苦労さんでした